心のお庭に花壇を作ったんだね。マリーのお気に入りのお花を集めたのかな。ヒカルたちには見えるの。ちょっと異色だけど、調和の取れたトレビアーンな三色のバラ。それはマリーが育ててきた気持ち。きっとマリーを大切にしてくれる。でも気をつけて。バラはとってもデリケート。そうそう、ここからが大事だよ。偏って愛情を注いだり、逆にほったらかしにしてたら花壇の調和は崩れちゃうかも。もちろん一色だけを大事にするのも悪いことじゃないけれど、花壇を作ったからにはバランスも大事。花壇の様子が気になったらヒカルに聞いてね。マリーガーデンで教えてあげる。今月のポスターなんですが、祈りくんに意見をもらおうと思って。農家は細流のように。いかがでしょう。言いたいことはわかりますが、標語としてはダメです。個人の感性に訴えるのではなく、誰にも間違いなく伝わる方がいいですね。なるほど、もっと簡潔な表現ですね。ありがとう、祈りくん。僕もアイディアだし、手伝いますよ。いおりさん、予定ですよ。そろそろ教室に戻りましょう。頑張り屋ですね。では、お先に。矢之助先輩もそうだけど、君もやりすぎるところあるから、ほどほどに。祈り君、どこか気になっている店でも？ただのリサーチです。でもみんな興味あると思いますよ。今女子の間で何が流行ってるのか、プレゼントに欲しいものとはとか。そりゃ知っておいて損はないな。はい、直接本人に聞いた方が安心ですしね。もちろん女子は君しかいない。なかなかだな。ハードル高い。ええ、男性客を拒んでますね。特に小次郎先生は。お一人では来ない方が良いかと。言われなくても来ねえよ。わからない。じゃあ。 おい、どうしたんだよ。小次郎先生はそのままで。なんだよ。見かけ先生の個性とお店の雰囲気がぶつかり合ってます。違和感を通り越して少し怖いですよ。そんなに変かよ。ほら、笑ってんじゃねえか。写真撮っておきました。おい、祈り。見せてください。お前ら拡散すんなよ。ああ、すまん。失礼しました。すみません。いおりさん、帰りにランチいかがでしょう。時間あるでしょう。じゃあ、あとは小次郎先生。そうですね。でも
職員室に誘いに行ったらご迷惑ですかね。お前たち、鼻が利くな。こっちだ、こっち。鼻？何のこと？そう。ほら、もう食べ頃だぞ。ええ、いい匂いです。いつもは七輪でお一人様だけどな。ほら、こける前に食べちゃえよ。祈り、苦手な野菜も炭火効果でうまく感じるぞ。はい、いただきます。分かってる、小さめの。美味しい。校内でキャンプしてるみたいですね。野菜の味も少し甘いかも。そういうことだ。遠赤外線効果とこのスリルが野菜をうまくする。確かに。大丈夫なんですか？校内でバーベキューだなんて。バーベキューじゃダメだな。課外授業、野菜の熱変化ならセーフ？ちょっと辛いですね。ま、どっちにしてもここは俺のテリトリーだ。職員は誰も来ない。あ、でも風向きが校舎の方に。あ、それまずい。焼き上がったのは皿に移せ。美味しくて楽しかったです。おお、二人ともいい顔してるな。祈りもちょっとは食えたよな。苦味の奥に少しだけ甘みを感じました。よし、じゃあバレる前にお開きだ。キャンプの醍醐味は不自由を楽しむだぜ。じゃあ手分けして作業開始だ。僕はテントから。せい、野菜も持ってきた。下ごしらえ頼む。おお、べっぴんさんたちだ。矢之助、一緒に火を起こしてみるか。ぜひ。木をこすり合わせるあれですよね。あれだ。挑戦してみようぜ。最後の手段のファイヤースターターもあるから大丈夫。矢之助先輩、もう少しです。煙です。やったな、これがキャンプの醍醐味だ。広いよな、ここ。一体何軒店があるんだ。案内によると100以上ですね。何度来ても広くて方向感覚が狂います。矢之助先輩、迷子にならないでくださいよ。自信ありません。じゃあみんなで手でもつないでいくか。は？はい、並び順どうします？並び順、彼女の隣に。誰か一人は辛い思いをしますね。おお、考えてるな、男子高校生。4人の並び順、さてどうする？そんな怒るなよ。せっかく4人だからさ、ドキドキ企画が欲しかっただけだって。お、羊って生まれた時からモコモコなんですか？気になりますね。いおり先輩、君の予想は？なんかざっくりした予想だな。まあいい、確かめてみようぜ。あ、いた。あれ、羊ではないですね。ヤギだね。でも可愛いじゃねえか、真っ白でさ。
モコモコじゃなくてふわふわという感じですね。ああ、羊の赤ちゃんも同じくらいだ。よし、もっと近くで見てみようぜ。抱かせてくれるかな。小次郎先生、今日はいつものつなぎで来ればよかったんじゃ。この動物園の顔はやっぱり象の好み。小学校の写生会で何回も描いたよ。おお、それいいな。やろうぜ。はい、楽しそうですね。矢之助先輩がやってみたいならいいですよ。よし、売店でノートとペンくらい売ってんだろう。待ってろ。あ、三影先生。もう行っちゃった。ほんと、すごい行動力。夢中になりすぎたな、写生大会。せっかくだ。色も塗って仕上げは各自な。今日の写生大会はここまでだ。まるで学校行事みたいですね。皆さんと一緒の写生大会、楽しかった。俺たちも東屋に行ってみようぜ。二人の世界に入ってますね、あれは。なんだいのり、二人の世界に興味ありか？何ですかそれ。あのシチュエーションならそうなりますよ。相手しか見えないし、周囲の音も届きにくい。せい、お前も興味ありって顔だな。そうなんだ。いいですね。じゃあ行ってみましょう。じゃあせっかくだから男女二人で行くってのはどうだ？ええ、はい。それで、せい、運命の三択だ。三択？それって小次郎先生も入るんですか？当たり前だろ。1 2 1 2 1 2 1 2。ええ、波に乗ってみたいって言ったら祈りくんが一肌脱いでくれました。おう、よく来てくれた。祈りが厳しくてさ、なんとか言ってやってくれ。小次郎先生、やめていいなんて言ってませんよ。えいえい、1 2 1 2 1 2 1 2。ご覧の通り、祈りくんの熱血指導です。何笑ってるの？君も参加希望？いや、やめとけ。明日動けなくなるぞ。1 2 1 2 1 2。顔を上げないと波が見えませんよ。いおりさん、見つけました。最後のクリスマスパーティーですから、みんなで過ごしたいと思ってね。みんなと言ったら僕たちのことだと思いますけど。なんだ、釣れないんだな。僕とあなたにとっては最後のクリスマスパーティーです。残される身にもなってください。そうだな、残される身は辛い。三影先生、職権乱用で二人とも留年させちまうか。ありですね。困ります。冗談だよ。僕はそれで構いません。祈りくん、こらこら、お前たちしんみりするのは3月まで取っておこうぜ。そうですね。卒業か留年かまだ分かりませんから。
僕の成績だと。リアリティがあります。大丈夫だってな、矢之助。よし、じゃあ来年は別会場でクリスマスバーベキューでもやろうぜ。いいですね。約束ですよ。お、来たな。ん？若干不安な登場だな。まあ、いつもの感じですよ。いおりさん、こんにちは。本当に忘れてるってことはないですよね。矢之助、よかったな。あとは二人でやってくれ。今朝からお二人ともあんな感じです。では僕も自分の教室に戻ります。おう、お前のチョコ待ってたぜ。数じゃねえんだよ。みんなの気持ちが嬉しいし、そこにお前の気持ちがあるのとないのとじゃ全然違うんだ。おう、ありがとうな。義理がたいやつめ。何？用事？いや、むしろ僕が受け取っていいの？高そうだし、妙な誤解されないといいけど。そんなに慌てなくていいですよ。どうかした？手作りですね。ちょっと！じゃあもっと本気を出したら恐ろしいな。すでに負けてません。僕にとってはこれ以上はもうチョコじゃないですね。確かに。では、うちでこっそり一人で食べます。誰にもあげない。いただきます。矢之助先輩、車で郊外に出て行きましたよね。なあ、急に劇団関係の人が来てな。午後の授業には戻るらしい。君には言ってないの？そう、せい、それと祈り、二人ともバクバク食べて元気だぜ。矢之助を心配するお前、それを気にする祈り、微笑ましく見つめる俺。何ですかそれ。自分だけ高みの見物みたい。小次郎先生だって心の奥ではどう考えてるんだか怪しいもんです。え？ほらね、君のこと気にしているのは僕だけじゃないかもよ。おい、俺はお前ら3人を気にしてんだ。へえ。じゃあ今日のところはそういうことでいいですよ。いただきます。いただきます。矢之助先輩、劇団の仕事みたいですね。ああ、俺たちの前じゃ普通の顔してるけど本当に忙しいと思うぜ。ねえ、君の前でも。お前の前では辛そうな顔とかしてるんだろ。そうあってほしいかも。じゃなきゃスーパーマンすぎる。
別に、独り言。なんです？いいじゃねえか。まだ逆転可能だって、俺は思うぜ。